everyone! カリフォルニアからこんにちは、入上マリアです。現代回記録第3話を読みに行きましょう。あ、夜の公演の話。第3話、終電。田辺さん、まずい、終電が。これは逃しちゃうやつだな。その日、私は立て込んでいた仕事を片付けるために残業し、退社するのが終電時刻ギリギリになってしまった。しかも悪いことに、明日は朝から取引先と重要な商談があるのだ。電車を逃すわけにはいかない。走れ走れ、頑張れ。乗れるかな、総月駅。あと1分、間に合え。ほんとギリギリ。息を切らしながら駅構内へと駆け込む。しかし、行っちゃった。あ、まだいるよ電車。おーい、待ってくれ。いなくなっちゃった。ようやくホームに出た私が目にしたのは、無慈悲に出発する電車の姿だった。でもお金払ってホームに入ったのにさ、これ乗せてくれないんだね。なんだよ、ちょっとくらい待っててくれたっていいだろう。息を整え、電車が消えていった線路の向こうを恨めしく眺める。このままホームに入れるの、朝まで泊まってもいいんですかね。だけど今更言っても仕方ない。私はとにかく一縷の希望を胸に時刻表の掲示板を眺めた。やっぱり今のが終電か、しくじったな。深々とため息をつき、虚脱感に苛まれる。かわいそう。危ない危ない。疲れているのに全速力で走ったせいか、立ちくらみを起こしてしまった。危ない、線路に落っこっちゃうよ。私ももういい年だな、体力的に無理はできないか。全速力で走った後だしね。さて、これからどうするか。財布は痛むが、深夜タクシーでも捕まえるしかないだろうか。そっか、ちゃんと家帰ってシャワー浴びて寝て、で明日の朝服も着替えないといけないしね。そっかそっか。幽霊列車ってやつですか。その時、不思議なことに新しい列車がホームへと入ってきた。乗るの？どこに行くか分かんないよ。私は狐につままれたような気分で、時刻表と開いたドアを交互に眺める。書いてないでしょ。見間違いかと思ったが、確かにさっき出た便が最終列車のはずだ。だが、だとするとこの電車は？やばいやばいやばい、絶対ダメだよ乗ったら。ドアが閉まります。黄色い線までお下がりください。あ、待ってくれ。なんかそう言われたら乗っちゃうかな。乗ってしまった。乗るだろうなとは思ったけど、でも他に誰もいない。一抹の疑問を抱きながらも、私は慌てて電車の中へと飛び乗った。どこ行くのこれ。やがてドアは閉まり、車輪の駆動音を響かせて電車が動き出す。そして振動に体を揺さぶられるたび、違和感は募っていく。車両の中には私以外の乗客の姿はない。車輪の音を除けば、死んだような静寂が満ちている。死んだような静寂、見えてないだけでさ、死者がいっぱい乗ってる電車とかじゃないの。私はその静けさを、奇妙に思うか、何も思わないか。じゃあ何も思わない鈍感な人で言ってみましょうか。何も思わない。私は特に何も思わなかった。この電車だって、きっと昼間のうちに事故か何かでダイヤが狂ったに違いない。よし、いいぞ、ポジティブな田辺くんで行こう。確かに少し奇妙かもしれないが、ギリギリで終電に乗れたことを喜ぶべきだろう。その時、ポジティブタイム終わっちゃった。違うな。おう、君、もしかして田辺じゃないか。誰か現れた。不意にすぐ近くから声をかけられて、私は反射的に振り返った。そこには白髪まじりの初老男性が立っている。最初のうちは誰だかわからなかったが、シワが刻まれたその顔を見ているうちに、記憶の奥底から面影が蘇ってきた。一応知り合い？まさか、二宮先生、二宮先生ですか？死んじゃってる先生じゃないの？ああ、覚えててくれたか。最後に会ったのは成人式の同窓会だから、かれこれ15年ぶりか。二宮先生は私の中学時代の恩師だ。すっかり老けていたが、それでも授業中浮かべていたあの笑顔は今も変わらない。怖そうな人ではないけど。懐かしいな。俺はこの通りすっかり老けたが、そっちはちっとも変わらないな。ご冗談を。見ての通りすっかりおっさんです。しがない製薬会社の営業マンですよ。いやいや、
教師の目から見りゃどいつも中学の時のまんまだ。若造だよ。日々の仕事に忙殺されている私にとって、青春時代の思い出は清らかな水のように心に染み渡る。この先生が今も生きてるかどうかが問題だよね。遅い電車にも乗ってみるものだ。思いがけない再会がこの上なく懐かしい。だが昔話に花を咲かせているうちに、正体のつかめない違和感が心の底から湧き上がってくる。二宮先生、その名前が頭の中で反響して止まらない。確かつい最近どこかで二宮先生の名前を聞いたことがあったはずだ。そう、あれは1ヶ月ほど前、同窓会経由で一通のメールが送られてきたんだ。確か要件は二宮先生の訃報ね。あー、死んじゃってる人だよやっぱり。あ、気づいたよ。しかし難儀なもんだな。お前みたいな若いやつがこの電車に乗る羽目になるなんて。あー、二宮先生も分かってるんだね、自分が死んでるって。それはどういう意味かと問いたかったが言葉が出ない。なぜなら気づいてしまったからだ。注意深く見ればその顔色はどこか青白いということに。そう、まるで死人の肌のように。この電車から降りれるのどうなるの？あ、どうしたんだ田辺、手が震えてるぞ。いえ、ちょっと残業で疲れてまして。言い訳をしながらも心臓が早金のように打つのを感じる。肌からじっとりで汗が吹き出し、手が震えで止まらない。田辺くんはもう死んじゃったことになるのかな。まさか今目の前にいるこの二宮先生は。あ、そっか、先生が死んでしまった人って気づいただけで、まだこの電車の意味には気づいてないんだ。田辺、お前もしかしてまだ気づいてないのか、この電車は。ほら、やっぱり意味があるんだよ。二宮先生の方も奇妙なことを言いながら、どこか哀れむような目でこちらを見つめる。ドアが開きます、ご注意ください。降りれるってこと？不意にそんな車内音声が流れ、びっくりと体を震わせる。途中下車したら現代に戻れる？いつの間にか電車が止まっていた。それに駅に到着した旨のアナウンスも聞いた覚えがない。じゃあどこに着いたの？だがそんなことはどうでもいい。この駅がどこだろうと降りなければ、このまま二宮先生と一緒にいることに本能的な危機感を覚える。じゃあ私はこれで失礼します。言うが早いか、私はシートから立ち上がり、一目散にドアへと向かった。おい待て田辺、この駅で降りちゃいかん。ここは。背後から二宮先生の叫びが聞こえる。同時に私の肩を冷たい手が掴んだ。何？ああ、ちょっと、ああ、こう、どうしよう。振り払う。誰の手か分かんないもんね、振り払う。しかし当然そんな声には耳を貸さなかった。そうか、あの冷たい手って先生が止めようとしてくれてたんだ。あー、手を振り払ってしまった。私は手を振り払い、恐怖に導かれるがまま駅のホームへと足を下ろすはずだったが。何、どうしたの？足を踏み出した先には何もなかった。駅もホームも地面も、ただ真っ暗な虚空が広がるばかり。地獄にでも落ちていくっていうこと？田辺くん、ごめん、選択肢間違えたよね。私はそのまま真っ逆さまに奈落へと転落していった。地獄ではなかったけど、奈落の底に延々と落ちていくっていうこと？その時私の耳にアナウンスの音声が聞こえてきた。あ、地獄だった。地獄に到着です。田辺くんを地獄に落としてしまった。ある日の朝、総月駅で、これ如月駅のオマージュじゃない？総月駅でホームから転落したとおぼしき男の死体が見つかった。死因は頭部を強く打ったことになるショック死。おそらくホームから足を踏み外した時に運悪く頭を打ったのだろう。だからフラットを立ちくらみしたんだ。じゃあ電車に乗ったから死人になったわけじゃなくて、死人になったからあの電車が来たんだね。状況に事件性はなく、その死は事故死として処理された。だが一つだけ奇妙な点がある。死体の顔は凄まじいまでの絶望の表情で固まっていたのだった。地獄に落ちていくのが分かった絶望の顔だよね。
ごめん田辺くん。先生の、先生にもごめんなさいだね。振り払ってごめんなさい。先生が止めてくれているので立ち止まります。その叫びにどこか必死なものを感じ、私は思わず立ち止まった。すると、あ、戻ってきた。お客さん、危ないですよ。あ、電車にホームに落ちる前だ。生きてる。え、その叫び声の方角へと目をやれば、血相を変えた駅員さんがこちらへと小走りにやってくるところだった。先生が助けてくれたんだよこれ。そして改めて足元を見ると線路がある。私は電車になど乗っておらず、ただホームの端に立っているばかりだった。あと一歩踏み出せば私は線路へと落ちていたことだろう。よかった、死なずに済んだ。それから駅員さんには寝ぼけていたということで説明し謝罪した。結局割増料金を払って深夜タクシーに乗ることになった。そして車の座席に揺られながらも二宮先生のことを考える。二宮先生は私を助けてくれたのだろうか。そうだよ、本当に優しい先生だったね。お墓参り行かなくちゃ。あの電車は死者だけが乗る電車で、何かの間違えて乗ってしまった私を現世へと戻してくれたのだろうか。葬式には忙しくて行けなかったけど、今度先生の墓参りでも行こうか。とびっきりの綺麗な花束を買っていこうね。そんなことを考えながら私は目を閉じるのだった。でも数年前に本当にサービス談義って、あ、先生、二宮先生、見送ってくれてる。ありがとう先生。あ、そう、サービス談義で疲れすぎて線路に落ちて死んでしまったっていう事件が本当にありましたよね。仕事ももちろん大事だけど、仕事よりも命があってこそなので、皆さん働きすぎずに睡眠だけはしっかりとってくださいね。なんかホラーゲームの締めじゃないことを言ってしまったけど、今回もご視聴くださりありがとうございました。それでは次回、次の動画でお会いいたしましょう。 See you next time. Bye bye.